よっしゃ。おはようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこちら。デプスのエアロツイスターですね。これね、ちょっとタイミングで入れてみたいなというところがあって、投げてみたら大活躍してくれました。まずはこちらをご覧ください。出た。いい出方した。バコンだって。おお、これタモいるな。バレんなよ。さあ、毎年恒例水門の主来ましたよ。いやー、どうやルアーはね、エアロツイスター、これをね、いい感じのボイルに打ち込んだら速攻で反応してくれましたよ。いやー、ぶっとい、イエーイ、エアロツイスター、嬉しいね。いやー、これは長い。でよいしょ。はい、これ去年もね、スイートキラーでね、いいのが釣れたんですけど、今年はだタックルはね、自分で作ったベイトロッドに SLX の組み合わせ、よし、じゃあ逃がしてあげます。はい、ということでね、エアロツイスターね、使ってきてみたんですけども、大活躍ね。この日一番大きなサイズの魚が釣れたかなっていうことで動画にまとめてみたんですけども、状況としてはね、ボイルが散発して見えるような状況で、で、これのね、リップが柔らかいことによってグリ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 と水面にこう張り付いていく、この性能をね、使ってみたくてね、ボイルに入れたところを、この日一番最大サイズがね、釣れてくれたということで、ちょっとね、魚のサイズが大きかったんで、針がね、一本折れちゃったり、曲がったりしたんですけど、まあ、シーバスで使うんだとね、ちょっと針のサイズ上げてもいいのかな、みたいな感触はあるんですけども、投げてね、ただ巻きでバスベイト的に使うのもいいし、あとはその場でこうトゥイッチしてもね、定点保持でテーブルターンみたいなアクションをするので、ボイルとかに入れ込んでみてもね、いいんじゃないかなっていうことで、
で去年のねあのウェブメンバーのスペシャルルアーのあのスイートキラーなんかもね同じポイントで去年80センチぐらいのシーバスが釣れてくれたんですけども、なんだろう入会特典ルアーねちょっと強い水門なんですけども今回もこのねエアロツイスターを試したところ、大活躍してくれたということでね秋徐々にですね、まあ、ここから1ヶ月くらいだと思うんですけども、夜のね、シーバス釣りね、非常に具合良くなってくるシーズンなので、まあ、こういうルアーとかね、ちょっといろいろね、試したいルアーを投げ込んでみております。まあ、これね、ブラックバスもね、釣りたいんですけども、ちょっとシーバスのね、あの反応を見るに、ちょっとしばらく針替えてシーバス用にね、活躍してもらおうかな、なんていうふうに思った次第です。まあ、そんなに重くないので、ボリューム感の割にね、どんな竿でもね、投げ、スピニングでもいけちゃうんじゃないかな、なんて思うんですけど、自分はミディアムヘビークラスぐらいの、ベイトタックルを使ってね、投げることが多いんですが、まあ、どんなスピードで引いてもね、先ほども言いましたけども、こう水面にね、まとわりつくようなね、絡みつくような、そんなアクションをしてくれるので、ぜひですね、試してみてください。はい。というわけで、本日の釣り講 TV はこちら。デプスのですね、ウェブメンバーのこれ入会特典のルアーですね。エアロツイスター。これをね、壮絶なボイルに打ち込んだところ、いい魚が反応してくれてって、こういった動画でした。はい。釣り講 TV でした。また会おうぜ。